じゃあデザート持ってきちゃいます。これですよ、7個買ってきたから俺見てください、クーリッシュミーツヤサイダー味、ふぅー、イエーイ、7個買ってきました。これね、美味しいのよ。クーリッシュのミーツヤサイダー味ですよ。ロッテから発売されてますね。これマジガンギマルから、これちょっとまだ固いっすね。これね、ほんとにね、味がね、味がマジで三ツ矢サイダーの味が三ツ矢サイダーで、三ツ矢サイダーの味そのままで、プラスライムの味をかなり強くプラスした感じ。ライムあるじゃん。三ツ矢サイダーの味をそのまま再現して、ほんとそのままプラスなんかそのライムの味をすごい強くした感じ、ライムをめちゃめちゃ入れたって感じがこれ。まあ僕これ2個食ったことあるんですけど、普通に美味しいですよこれ。クーリッシュってちょっとね、溶かさないと食えないんで、ちょっとまだ硬いっすね。まだ硬い。あ、凍ってる。柔らかいものが凍ってるってことは、さっさと伏せろベイビー。地獄で会おうぜベイビー、パー、また再生するぞ。硬いな、まだ。出てこない。うまい。うまっ。うまいね。これぜひみんなに食べてみてほしいです。美味しいんで、これクーリッシュ三ツ矢サイダー味、これ美味しい、ほんと美味しいですよ。これ決まっちゃうわ、これ決まっちゃう。
うまっ。うわー、これ決まるわ。決まるこれ。いや、美味しいっすよ普通に。じゅんちゃん、じゅんちゃん。これはクーリッシュ三ツ矢サイダー味よ。これ美味しいっすよ。クーリッシュ三ツ矢サイダー。ハッピーラッキーエビデーシャララな気分でおはよう。ラッキーハッピーエビデー集まるよブランニューです。超うめえ。決まるこれ。あ、そういえばさ、話変わるけどさ、今キムタクのドラマやばいらしいね。知ってる皆さん。キムタクのドラマがやばいらしいよ。知ってる？あのね、今までんでないぐらいの低視聴率だって。だってキムタクのドラマなんてなんか毎回高視聴率だったじゃん。キムタク主演のやつよが、キムタクのドラマが今回なんかね、初回放送が何パーだっけ、 12% ちょいぐらいとからしいよ。でだんだん2話3話っていくにつれてだんだん視聴率落ちてきて、でこの前4回だか3回だか4回だか忘れたけど、この前のがなんとついに初のキムタクのドラマ、キムタク主演のドラマ初の一桁台叩き出したらしいです。 9.9% を叩き出してしまったらしい。うん、ちょっとね、そろそろねテレビ局もキムタクの代わりに俺をねテレビドラマの主演やった方がいいんじゃないかなっていう。うん、いや、やばいやばい。だってさ、キムタクなんて今まで視聴率 20% とかさ、結構言ってたりとかもしたじゃん。うん、9.9% で、まあ、ギリギリだけどね、一桁までいっちゃったらしいよ視聴率が。ちょっとね、だからね、キムタクドラマイコールめちゃめちゃ高人気みたいなイメージがちょっと崩れちゃったというか。どうもこんにちは。机の絵はこれセブン商品ではないです。ゴミですね、ただの。ヒーローぐらいがピーク。俺ヒーロー見たことないんだよね。もうアホみたいに稼いで金と数字はない次元でしょ。いや、そういう問題じゃないでしょ。そういう問題じゃないと思う。いや、木村拓哉はもう一桁台を取っちゃダメなんだよ、主演ドラマで。うん、それやっちゃったらだってもう木村拓哉じゃないもん、もう。うん、それやったらもう木村拓哉じゃなくなっちゃうんだよ。
キムタクのドラマで見たのはビューティフルライフしか見てない。ビューティフルライフは結構見た。あ、ちなみに俺ね、ドラマをねリアルタイムで見るのあんま好きじゃなくて、あの再放送やってたじゃんあの昔さ、なんかその3時から4時ぐらいとか4時から5時ぐらいとかさ、なんか1日なんかこう土日を除いて月曜から金曜までやってて、でなんかよくわかんないんだけど、その1日1回だけの時もあれば1日なんか2話連続みたいなのもあって、2話じゃないか、あ違うわ、1話ずつだ。でもなんか3時から4時、4時から5時のなんかこう2つのドラマがこう連続できたんだっけ、なんかそんなあったじゃん再放送それで見ただけでリアルタイムでは見てなかった。ビューティフルライフは、うん、キムタクと松たか子のドラマ好きだった。キムタクと松たか子のってなんだっけ、それがヒーローじゃないの、違うかな、うん、あちなみに俺ヒーローは見たことない。ビューティフルライフしか見たことないもん。あの常盤貴子とのなんか足が歩けない常盤貴子と美容師のキムタクの恋みたいなやつ、うん、それ以外でキムタク主演のドラマ見たことないな。あ、グッドラックみたいなのもあったよね。なんかあれでしょ、あの柴咲コウって言ってたやつかな、違うかな、なんかあの飛行機かなんか、飛行機のかな、飛行機のやつでしょ、うん、知ってるけど見たことはないの。見たことないよテレビドラマの中は見たことないけど、テレビ見てたら今度こういうドラマ始まりますとかさ、あとさ、あのコンビニ行ったらさ、なんかテレビジョンとかのさね、表紙とかにさ、なんかキムタク、なんかキムタク主演ドラマスタートみたいなあるじゃん、なんかそういうんで知ってるだけで中見たことないの。ドラマとか映画とあんま見ないのよ。なんかね、基本的にあんま興味持てないんだよね、ものに。なんかきっかけがないと、なんか物事にあんま興味持てなくて。俺、興味のないものほんと見ないから。逆に興味あるものに、なんかずっとなんか取り組むというか、見ちゃうっていうか。うん。そんな感じなのよ。白い巨塔、白い巨塔と白い影が被るんだよね。あの白い影ってさ、あの中居正広主演のあの竹内優子とのなんかラブストーリーみたいなやつ、あの医者のやつで、でなんか中居正広がなんか直江先生っつって、なんかあのすげえなんか治らない病気を持ってて医師なのに、で医師だからこそその絶対にもう治らない末期の状態を熟知しちゃって、なんかもう痛み止めとか打ってもう死期が近いのを悟ってなんか生きるみたいなやつ。ラブストーリーじゃない、いやラブストーリーだからあるもん。いやなんていうの、まあその医者のね医者のなんかってのもメインかもしれないけど、でもそのなんかあるんだよ、竹内優子との恋みたいなのがあんの。あれ見てた、あのねなんだっけあのなんだっけな
あれですよ、何でしたっけ、あれアンティーク、あの滝沢秀明主演のやつ、滝沢秀明主演の、あとあの藤木直人とあと椎名桔平が出てたやつでさ、 あれにさ子役時代に大島優子が出てたんだよね。お、子役時代に大島優子が出てたんですよ子役時代の大島優子から出てたの知ってた？まだほんとちっちゃい時でちなみになんだけど、裏話でそのなんか子役時代にそのアンティーク出てた時に、なんか隣のスタジオがなんかスマスマのあの撮影してるスタジオだったなって。で当時スマップ好きで、あのその偉い人たちっていうか、まあスタッフさん、番組のスタッフさんとかに大島優子が頼み込んでスマップ見たいとかって言っておねだりしたら、あのそれが叶って、でなんか木村拓哉がそこにいて、君拓に抱っこしてもらったんだって、大島優子がちっちゃい頃子役時代に。サンリオくじやってる。そうそう、拓也木村と世代交代じゃないか。そろそろ俺主演のドラマ作った方がいいんじゃない、テレビ局は。いっぱいになったな。片付けないとやばいな。片付けんのめんどいな。どうしたらいいっすかね。そうそう、でも片付けないとやばいっすよね。やばくないっすか。どうしよう。どうしたらいいだろう。お腹いっぱいになっちゃった。水とお湯使ってないですね、しばらく。キムタクもついに視聴率低迷か。キムタクの主演のドラマなんてさ、絶対もうなんか視聴率高いのが当たり前だったからね。
なんでキムタクの視聴率がこんなに下がったのかね。まあ多分いろんな理由あるだろうな。まあまずはスマップじゃなくなったみたいなとこあるんじゃない。でなんかやっぱ中にはなんか裏切り者みたいなイメージが多分ちょっとあると思うから、なんか報道とかでさ、でプラスなんかさ、なんだかんだスマップ、なんかキムタクってさ、なんかスマップのメンバーに支えられてた部分ってめちゃめちゃあるよね。うん、なんかキムタクはすごいんだっていう風にメンバーがこう、あ、なんだ、持ち上げてくれてたから、だからそういう風に見えたっていうのはあると思う。うん、周りのなんか持ち上げみたいなのがなくなっちゃったら、あれ、なんか単体になったら、あれ、なんかみんなすげえすげえってなんか周りの人が言わなく、まず自分の周りからそういうなんか持ち上げる人がいなくなるったら、あれみたいな感じになるじゃないですか。とか、まあ、あとはまあ純粋に YouTuber とかが盛り上がってて、どん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 その視聴者がテレビじゃなく YouTube とかネット見るようになって、でそれでまあいろんな多分要因が重なってだろうね。あとプラスさすがにもう結構キムタクもいい年だと思うんで、まあだんだんやっぱりさね、あんま年そんなどん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 年重ねても50近いと思うんですけど、それでイケメンイケメン言うてもなみたいな、うん、多分なんかいろんな多分要素なんだろうな。いろんな要素がどん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 重なって多分視聴率低迷したんやろうな。うん、今だったらワンチャン勝てるんじゃない俺キムタクに。今のキムタクなら、いや俺がもし主演のドラマとかやらせてもらえれば多分視聴率勝てんじゃないかな。あーお腹いっぱいになっちゃった。やることないのたくさんあるはずだよ。いや別にやることなんてないっすよこんな。何があんのやることなんて。あのさ、なんか子供の頃はさ、なんかもうちょっとお金あるだけでやることいっぱいだなぐらいに思ってたんだよね。それこそ好きなゲームとかやりたいゲームとかいっぱいあって、もう1万ぐらいあればさ新しいゲームさ買ってさ、でそのゲームをさもう何時間も何時間もやれるじゃないですか。子供の頃ってそんな感じだったのにな。なんかもう今ってさ、やりたいことってあんまないんだよね。やりたいことっていうか、なんか趣味としてね、趣味として、例えば昔はゲームとかあったけど、今もうなんかなんだろう、まあストリートファイター5はちょっとやりたいと思ってるけど、なんかやることないんだよね。毎日がさ、なんかこう退屈っていうか、なんて言ったらいいんですかね、同じことのルーティーンでさ、
この枠で終わろうかな。とりあえずこれ60分で終わるか、あと3分ぐらい。釣りなんて僕はできません。かわいそうだから、魚が苦しんでる魚を見ると魚釣りなんかできなくなりました。子供の頃ね、魚釣り趣味だったんですけど、子供の頃魚がかわいそうっていう、そういうなんていうの、感覚がなかったんで、うん、だからさ、魚釣りとかマジ虐待だよね。なんか人間ってほんと矛盾の塊だと思うよ。だってさ、もう犬とか猫とかさ、見た目が可愛いものをさ、なんかこういじめたりすると虐待だとか騒ぐくせに、ゴキブリとか平気で殺すからね、うん、で魚とかもあんなのさね、魚痛み感じないとか言う人いるけど、あれ嘘でしょ。絶対痛み感じると思うんだけど、魚だってこうやって釣ってさ、フィッシュとかってさ、このなんかこうなんだこの針をさ、ガーッとかって食い込ませてさ、中にはこう中こう喉の奥の方までこうさ飲み込んじゃうやつとかいるじゃん。でガーッとかやって、でそれでなんかキャッチ&リリースとかつってさ、キャッチ&リリースはいいことだとか偉い人だとか言うけど、どこがやねんっていう、傷つけ、わざわざ傷つけて、自分のそのね、釣れた時の楽しみのために魚めっちゃ痛い思いして傷つけて、でそれで放流するわけだから、マジでね、頭おかしいと思うよ。じゃあさ、猫とか犬に同じことやったらどうなのっていう。じゃあ、ね、猫にね、猫になんかさ、猫のなんかこう餌の中に針をくなんかこう忍ばせて、で猫こう食べるのよ、ね、猫とか犬がご飯食べてる時に、で中にこう針入ってるからガッてこうさ口の中さ、こうやってさ入っちゃってさ、でそこでフィッシュとかつってさ、こうやってあのそれで猫とかあの犬とかを針付きのでつってさ、こうやってすごい嫌がって痛がってさ、でそれで釣ったらさ、どう思うって話。でも魚にはそれと同じことやってるわけじゃん。いやマジでマジで、いやほんと人間ってさ矛盾だよね、うん、だって魚にはそれと同じことやってんだから。あ、バーガーどうも。いやひどい話ですよ、ほんと人間なんて。うん、まあてな感じでね、じゃあ終わりたいと思います。まあまた適当にやると思うんですけど、お疲れ様でした。